完璧なまでのドリフトパフォーマンスが要求されるイカ戦。その最高峰イベント全国大会で上位4台全てが AE86 という快挙がなされた。デビュー以来実に15年の 1600cc NA エンジンは並み居る近代ターボ車を蹴散らし頂点に立った。その上を86を見てみよう。本当にギリギリの走り、最後までギリギリの走りをします。上を完璧の、さあどうだ、よく見てきた、これはいい、これはいい、素晴らしい、見事、素晴らしい、6秒0、見事にまとめました上を完璧の。で勝負する以上、常に車の軽さを生かした走りに徹するという上尾は、大会前はあえて重たい 180 で練習をする。